ちは、銀座寿司間の小堀です。巻物と握り の、 練習法っていうか、シャリが使えなかったもんで、シャリの代わりに、こういうおからをやりました。おからを使いましたね。ちょっとこれでやりやすい硬さにして。これがシャリ代わりと。そうですね、これがシャリ代わりですね。でこれを若い人の、修行のあれにもし、プラスになれば取り入れてみてください。最初仕事終わってからやってましたね。仕事終わってみんな上がって、先輩たちが上がって、それから親方と二人でやってました。最初に教わったのは、こういう感じでここにこう巻物がいきます。最初はもう何も使わないで、最初はこうこっから教わって、でここからこう1234って、この何ていうんですか、糊の台を、糊の上にこう台を作る練習からやりましたね。でこうこれを何回も1週間くらい、これで大体1ヶ月くらいで終わるようなクラスで、これを平らに1234って、ここがこう羊羹状態にきれいになると OK って感じでした。1234、これをだいたい30分くらいやってましたね。1234って、でこれが終わったら次にこう次の段階行く段階で、で次の段階がここで羊羹を1234って作ると、今度はここで1234、ここで広げる、1234123、こういう感じで。最初の羊羹で、ここはここを多分最初にやるのは、最初にやるのはここでこういうふうに丸まっちゃダメですね。ここでこの段階でこうこういう感じでこう少しこう楕円形でこうやる感じです。でよくないのはここがこうこう力が入ったり、こう均等じゃないとか、こういうのはダメなんですよね。これが1こうこういったりこうなっちゃうと、平均的になんだかこうボコボコってなってて、これはあまりいい例じゃないですね。これがここが1234ってこう平らにこう均等にこここうとこの段差がこう均等になるような感じですね。こうボコボコってなっちゃダメです。こっちはどっちかというとこう力の入りが平等じゃなくて、はい、大丈夫です。はい、次が今度はいよいよそこまで行ったら今度は糊なんですよね。これ新聞紙を切りましたので、これ大体うちこの糊の大きさが江戸前の糊の切り方で、普通はもう一回りこう1センチ弱、8ミリくらいかな、このくらい、もうちょい長いです。最初覚えちゃえばもう全然あれですので、シャリのは簡単ですので、これの方が全然楽ですので難しいんで、こういう感じですね。ここでここが真ん中来るような感じで、これシャリが多いと、ここのシャリが多いと、ここがここ行っても1234って行ってもこうで、具が多い時とかあると、これがこうここら辺で行ってこうなると失敗だよね。こうなってこうなると
あのここがここがこう分かりますかね、割れちゃってるんですね。これがこれだとパンクって言って、これ今少ない少ない少ないですね。そうするとあまり家庭だとあまりなんですけどね、これがこうなってこっちの方にこうこう分かりますかね、これが真ん中じゃなくてこちらの方にのりしろが、これ何回も使うんで、こうこれを修行してください。そうするとあのあれがうまくなります。でも若い人をこうなんとなくあのいい方向に導きたいですけどね、みんなすごい可能性を持ってるから。まあみんな今そうなんですけどね、できる人は。この動画が良ければチャンネル登録をよろしくお願いします。